グランツーリスモシリーズグランツーリスモ 3A スペックグランツーリスモ 3A スペックはソニーコンピュータエンタテインメントから発売されたプレイステーション2用のレースゲームグランツーリスモシリーズの一つ PS2 での初のグランツーリスモシリーズプレイステーション向けの前作グランツーリスモ2からグラフィック物理シミュレーションの精度が飛躍的に進化した その他にもグランツーリスモ2から大きく進化した部分が多数ある。約150の収録車種、ナイトステージやウェットロメン、ダートを含む全20のコースを収録。今作から F1 マシンが初収録されている。当初は PS2 と同時発売を目指し、グランツーリスモ2000のタイトルで開発を進めていた。PS2 発売の約2週間前である2000年2月に、 行われたイベントプレイステーションフェスティバル2000では、グランツーリスモ2000が出展され、体験版ディスクも配布された。その後、一旦、グランツーリスモ 2000A スペックの歌唱になった後、発売が2001年にずれ込んだこともあり、グランツーリスモ 3A スペックと解消された。タイトルが A スペックとなっているのは、自作のグランツーリスモ4に収録されている B。 スペックモードを収録した別バージョンを発売する予定であったためである。しかし、グランツウリスモ 3B スペックというソフトが発売されることはなかった。2001年6月28日、PS2 本体と同梱した、プレイステーション二2 GT3 レーシングパックが日本で発売された。2001年12月13日、PS2 のヒット作を連価版にした、メガヒッツ。 シリーズ第1弾の一つとして低価格化、再発売された。2018年3月2日、グランツーリースもシリーズの中で一番売れたとして、ギネス世界記録に掲載された。前作まで存在した中古車販売は廃止され、購入する車種は全て新車となった。そのため、初期資金は旧作よりも増額されている。前作まで存在したレーシングモディファイは廃止され、 代わりに日産、スカイライン GT-R など市販状態でダウンホースの調整が可能な車種が登場した。また、前作では TCS、UX といったアシスト系のパーツは有料だったが、今作から標準装備となった。ラリーレースに出場するためのラリーライセンスが新登場。また、前作では隠し、ライセンス扱いだったスーパーライセンスが 正式ライセンスに昇格した一方で国際 C 級ライセンスは廃止されている。今作で初めて登場した要素。走行距離の加算とともにエンジンオイルが劣化していき、実車同様に性能も低下する。これに合わせてメーターにはオイル警告灯が追加された。オイル交換は後日の GT オートで有料で行える。今作で初めて登場。前作では 別々に存在していた戦車ホイールショップと新しく登場したオイル交換をひとまとめにしたショップである。またホイール交換の仕様も変更され、前作では一台ごとにショップでホイールを購入する必要があったが、今作では一度購入したホイールはガレージからすべての所有者に装着できるようになった。前作までのシングルレースでは勝利するたびにプレゼントカーが獲得できたが、 今作のシングルレースにおけるプレゼントカーの獲得は初勝利時の1回限りとなる。以下はすべて日本版の登場車種である。は購入できない車種。GT2 に比べて数は減少した。ふとじは本作でシリーズ初登場したサーキット。ありがとうございます。